ツ丼。マスター、あちらのお客さんってカツ丼しか食べないんですか？ああ、じいさんから聞いた話だから確かかどうかわからないんだが。なかなかに豪気な剣だね。でも、しまった！どうだい、オイラの自慢の一撃は。動けないだろう。こう見えても自信があるんだ。腕の剣も股間の剣もね。安心しなよ、死にゃしない。三日もすりゃ嘘みたいに動けるようになる。あんたの手下もね、そうなるようにぶっ刺したから。雇い主との契約でさ、取り分はあんたらの持ち物と体を売っ払った金の3割って話なんだ。自慢するといいよ。オイラは昔、あの四英雄の一人、ハーフエルフのアレクサンデル相手に戦って生き残ったんだぞってね。化け物が！は？化け物だって？化け物に化け物と言われるとは思わなかったよ。おい、聞けよ。特別に許可が出たぞ。お前さんが使ってた武器、そのまんま使っていいとよ。それに、お前を買った時と同じ金貨1万。お前さんが払えるなら解放するだなんて、魔王様もお優しいよな。向かいのヤッコさんに見事勝ったら、金貨100枚、100回勝てば晴れて自由の見た。本当は羨ましいよ。よく言うぜ、んなこと微塵も思っちゃいないだろうに。じゃあ、頑張れよ。試合は昼からだからな。ライオネルを買ったのは魔族の都を支配する魔王の一族。帝国のもと法と知恵で魔族を統率する彼らは、己が領内で悪逆非道を尽くしたライオネルを剣闘奴隷として闘技場に送り込み、見せしめに使うことにした。マンティコアか、勝てんのか、あんなひょろいのに負けちまうような俺に。なんだこりゃ、なんだってこんなとこに扉がありやがんだ。まあいいさ、どうせ長くはねえ。おう、いらっしゃい。珍しいな、新しい客が来るなんて。おう、じじい、なんだここは。ここは洋食の猫やつ飯屋さ。飯屋？なんで闘技場にそんなもんがある。どうだい、なんか食ってかないか。金がないならつけでもいいぜ。そうか、じゃあなんか食わせてくれ。金はねえけどな。で、何がうまいんだこの店は。そりゃおめえ、うちのは何でもうめえよ。食いたいもんがあれば遠慮なく言ってくれ。とりあえずなんか肉を食いて、あと戦いに勝てそうな、いや、何でもねえ。おう、任せとけ。おんのかよ。
ほら、できたぞ。こいつはカツ丼だ。カツ丼？そう、カツ丼。カツってのは俺たちの国の言葉で、カツ、勝利って意味がある。材料は肉と卵に米で栄養満点だしな。戦う男の飯っつったらやっぱりこれだろう。おお、それじゃごゆっくり。おお、よし食うか。これなんだ。そういやあのジジイが言ってたな、米ってやつか。なるほどな、まあまあか。要するにかさ増しってことだろう。待て、でも薄い。なるほど。うん、ねえ。全然足りねえ。くそ、金さえあればな。ま、しゃあねえか。はいよ、カツ丼のおかわり。お待ち。いや、お客さんの食いっぷりからして一杯じゃ足りないかと思ったんだがね。これ以上いらないっつんなら俺の昼飯にするからいいけどよ。どうするよ。もちろん食うぜ。おう、もう一杯いくか。金ならある時払いの最速なしにしといてやるぜ。もちろんだ、ありがてえ。ずいぶんと世話になっちまったな。なに、気にすんじゃねえよ。じゃ、また来るぜ。うん、またな。五杯分のツケ、早く払ってくれよな。おっと、催促はなしって言っただろうが。ん、そうだったっけかな。さてと、行くとするか。カツ丼代、稼がねえとな。それから金貨1万もの金をわずか1年で稼ぎ出し、20年以上にわたって闘技場最強の剣闘士として君臨し、獅子王と呼ばれるようになったそうだ。おお、すごいですね。じゃあ今ハーフエルフの人と戦ったら勝てますかね。さあどうだろう。カツ丼おかわり。
勝てるといいな。ですね。こんなにいっぱいカツ丼食べてるんですから。マスター、このメニューって普通のとデザートで書いてる人違いますよね。ああ、よくわかったな。でも、アレッタさん、東大陸語は読めないんじゃなかったっけ？あ、はい。そうなんですけど、形が違いますし、あとそれと、メニューはちゃんと記憶してますから、首にしないでくださいね。エビフライ。南方の海で取れたシュライプにパンくずの衣をつけ、油で揚げたもの。牛の肉を煮込んだスープ。ビーフシチュー。いらっしゃいませ。東大陸において大いに権勢を誇る大国の一つ、古き時代に流れを汲む皇国には一人の姫がいる。名をビクトリア、現皇王の姉であり、今年で36歳になる。彼女は未婚を貫いており、生涯独身なのはほぼ間違いないと言われている。その理由はビクトリアの生まれついた特徴にある。彼女がハーフエルフであるからだ。どうなさいました？気分が優れませんか？いえ、大丈夫。しかし、部屋にこもりきりでは気がめいるでしょう。そうではありません。ただまた考え事をしていたのですね。相変わらず姉上は研究熱心だ。食べる？いいの？私も。前にお話ししていただいた例の保管庫のことですか？ええ、もう少しで大型化の目処が立ちそうなんです。それはそれは。さて、もう行きますね。そうですか。くれぐれも無理はされないようお気をつけて。呼んでくれてありがとう。今度またゆっくりと。ビクトリアの両親は人間である。しかしビクトリアはハーフエルフとしてこの世に生を受けた。人間同士の間の子にも過去数千年の間に混ざり込んだと思われるエルフやハーフエルフの性質が色濃く出ることがあるという。そしてそのように生まれた子には普通の幸せというものは期待できない。何しろハーフエルフはエルフ譲りの強い魔力と人間譲りの生命力、そして数百年の寿命を持ち、おおむね弱い100歳を超えるまでは10代半ばの若々しい姿を保ち続けるという人間の常識が通用しない存在である。それはエルフの社会ではともかく、人間の社会においては異物としかならない。生まれに関係なく通常の社会からは弾き出される。世俗との関係を断って神に仕えるか、長い寿命と文字通りの意味で人間離れした魔力を生かして魔術師になるか、実力だけが全ての傭兵や冒険者にでもなるか、各地にぽつりぽつりと存在するハーフエルフの村に移住するか、その中でビクトリアが選んだのは魔術師の道であった。彼女はその強い魔力を生かしたいと先の皇王、すなわち自らの父親に訴え、魔術の道へと歩みを進めた。そしてわかった、彼女は天才であると。魔術教師の腕を上回るのにかかった時間はわずか3ヶ月。皇国一の宮廷魔術師長より魔術に長けるのにもわずか1年。ついには実力を認められ、10年前に王国切っての大魔術師であり邪神殺しの英雄の一人であるこのわし、大賢者
アルトリウスに弟子入りを果たした。驚くことにビクトリアは8年の研鑽を経て魔術の奥義に達した。その後はわしの助言を受け、自らの道を歩むため広告に戻ったのであった。彼女は広告の表舞台に立たぬことを条件に豊富な研究資金を与えられ、広告の魔女姫の異名のもとに自室で魔術の研究に邁進し続けている。だがそんな彼女にも研究を休む時はある。具体的に7日に一度ほどは。軽いものなら入るか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃい。うん、来た。どうぞ、お冷やとメニューです。うん、このお客様もエルフ族なのかな。やっぱり豆腐ステーキとか。プリンアラモード。はい、かしこまりました。やはり私の字、師匠が書いたのも。1枚しか渡していないはずなのに。いらっしゃい。お嬢ちゃんがメニューを書いてくれるのかい。甘いもんを追加することにしたんですが、東大陸語はさっぱりでしてね。じゃあ頼んだぞ。私は甘い菓子はあまり好きではなくてな。はい、これボールペンと紙。まずはこいつからだ。確か卵のお菓子が好きだって聞いてるが。お待たせしました、プリンアラモードです。お楽しみは最後。舌の上に広がるのはこの菓子だけが持つ滑らかな食感。茶色いソースの少しだけ苦味を含んだはっきりとした甘さ。そしてプリン自体が持つ濃厚な卵と乳の風味を含んだ甘み。ソースの味をプリン本体が柔らかく受け止め、プリンの味をソースが引き締めている。やはりこれこそが至高の組み合わせ。お会計を。はーい。それと。はい、いつものですね。じゃ、またどうぞ。ありがとうございました。さてと。マスター、プリンアラモードって牛乳とか卵とか入ってますよね。ああ。エルフ族なのに。ビクトリアは
ハーフエルフであることを悔いてはいない。異世界食堂でプリン・アラモードに出会うことができ、それを保管するための研究にも没頭できる。広告の魔女姫にとっては表の世界に出られないことなど苦痛ではなかったのであった。扉の先に続く世界は気まぐれで、そして優しい。